アレクサンドロス2世は、紀元前3世紀のエピロス王である。アレクサンドロス2世は、先代の王ピロス1世とシュラクサイの戦士アガトクレスの娘ラナスサトの息子である。ピロスが、タラスの養請を受けて、イタリアに遠征した時、当時幼子だったアレクサンドロスは、弟のヘレノスと共に同行した。ピロスの死後、王位についたアレクサンドロスは、兵士の裏切りによって、 アンティゴノス2世からマケドニアを奪ったが、軍を再建したアンティゴノスの子デメトリオス2世に敗れ、マケドニアどころかエピロスさえ失った。しかし、アカルナニアに逃げたアレクサンドロスは、アカルナニア人の助けを受けて、エピロスを回復した。その後、彼はアイトリア人と同盟して、アカルナニアの諸都市を分け合い、領土を拡大した。アレクサンドロスには、 イボ姉妹オリンピアス二世との間に二人の息子ピュロス二世とプトレマイオスがおり、アレクサンドロスの死後、残された幼い息子たちが成人するまで、母オリンピアス二世が後見人となって国政を担った。ありがとうございます。